シェパニース正面入り口シェパニースはカリフォルニア州バークレーにあるレストラン。地元産の有機栽培食材を用い、カリフォルニア料理と呼ばれる料理を創作した。サンフランシスコ版ミシュランでは初期は一つ星であったが、現在は星なしで掲載されている。レストラン経営者、作家そして活動家であるアリス・ウォータースが1971年に映画監督で後に、 UC バークレー教授となったポール・アラトーと共同で開店した。開店時からウォーターズは新鮮な地元食材を用い、食材の持つ美味しさを生かしたシンプルで伝統的な調理を行うことを提唱した。地元の契約農家、落農家、乳製品会社の食材を用いている。セッパニーズは英国レストラン史により何度か世界のトップ100レストランに選ばれている。 2002年から2008年には世界のトップ50レストランに選ばれ、2003年には12位に列されている。2007年にアリス・ウォーターズはレストラン誌からライフタイムアチーブメント賞を受賞し、過去50年で最も米国料理に影響を与えたと称えられた。2001年にはグルメマガジンがアメリカで一番のレストランであると評した。 シェパニーズ1階キッチンとダイニングエリアシェパニーズは1階のレストランと2階のカフェからなり、それぞれ別のスタッフにより運営されている。レストランはその日ごとに1種類のコースメニューのみが提供され、食事開始は午後5時30分と8時の2階のみである。カフェはレストランと異なり、昼食営業もある。日曜定休。メニューは1週間前に、 web 上に公開される。不定期にコンサートが開催される。米国カリフォルニア州バークレンシ社タック2517番地。ありがとうございます。